ヨシズ・トライク。白色はアーティファクトで復元された部位。ヨシズ・トライクは、桂吉美ひ博士が2010年に発見したトリケラトップスの標本。トリケラトップスの中でも長大な眼科状の角が特徴である。原標本はスミソニアン博物館群の一つであるロッキー博物館に所蔵され、日本では熊本県の三船町恐竜博物館で見ることができる。 2017年現在で、石川県立自然史資料館に勤務する、桂吉美氏博士が、アメリカ合衆国モンタナ州、ガーフィールド郡の悪地を調査地とする2010年の発掘調査で、トリケラトップスの骨の一部を発見した。産出した地層は、上部白亜系の中部ヘルクリーク類層の霊岩層で、最上部の砂岩層から5.5メートル下の地点であった。発見が、 発掘調査の終了直前であったためカツラは日本へ帰国することとなり発掘作業の続きはジョン・スキャネラが担当した発掘されたトリケラトプス個体の角は長大でスキャネラをして大腿骨と見曲がうようなものであった発見者であるカツラのニックネームのヨシからこの標本モル3027にはヨシズトライクという愛称が名付けられたなおカツラは ヨシズトライクの産地である HC-668 から500メートルも離れていない地点で別のトリケラトップスの亜生体の化石も発見している。左後方から見たヨシズトライクヨシズトライクは大型のトリケラトップスであり、その骨格は関節しない状態で発見された。眼下状の角が発達しているが、 角とフリルの特徴から未成熟の若い生態とされている。また、トリケラトプス属の模式種であるトリケラトプスホリドスとトリケラトプスプロルスの中間的な形質を示しており、三船町恐竜博物館はトリケラトプスホリドスに割り当てている。最小限のデータセットを用いた系統解析では、ヨシズトライクは同じくチューブヘルクリーク類層から算出した。 有心父113,697と共に、クラスタリングされた。両標本は、下部ヘルクリーク類層の標本と同様に、ホラ角が発達している一方、上部ヘルクリーク類層の標本と同様に、前上顎骨の鼻の突起がより垂直に向いており、上下の層のトリケラトプスの特徴を兼ね備えている。また、ヨシズトライクの上顎骨は、不完全であるが、 有神父113,697の上、革骨は上下の層の標本の中間的な形状を成している。これらから、ヨシズ・トライクは下層のトリケラトップスより派生的で、また上層のトリケラトップスよりも基盤的であることが示唆される。ヨシズ・トライクの頭頂骨は、大型の腰体標本であるモル 2969? の頭頂骨よりも1 5トルほど長い一方、背腹方向に薄くなっている。また、頭頂骨のふんがーと微速には共に、組織の発生的進行が見られる。ヨシズとライクをはじめその他のア生体や若い生体の標本から、トリケラトプスの頭頂骨は、最初に成長した後、長さと幅の継続的な成長と共に骨密度が上昇することが示唆されている。 この骨密度の上昇は、粉争方向と垂直に確認されており、破骨細胞による骨の破壊と骨が細胞による骨の再構築は、頭頂骨の幅の拡大に伴って進行したとされている。ヨシズトライクの原標本は、モンタナ州立大学附属ロッキー博物館に所蔵されている。また、日本ではレプリカが、熊本県三船町の三船町恐竜博物館にて、 恐竜大更新という恐竜の全身骨格展示の一つとして常設展示されている。ありがとうございます。